赤いその列車の行く先は一体どこなの？一日の疲れをねぎらう我が家なの。友達からの電話を急いでかけ直したのに、いくらたっても繋がらないもういいよもう映画でも見るか。並べる一人の食卓を、この頃はテレビも見ていなかったけ、だらしない自分の暮らしがやるせなくて、それでも虚しい夕焼けを何度も見てきたから、諦めがつくからまあやればいいさとか、そんなにも俺がダメなやつに、ああ見えるのかな、まあそりゃいつもは確かにされないけど、いつかは分厚い岩をも確かに貫くんだろう。君を一人にしてまで見張って夢しかし
이